ことも来たことない。今だかつて何かあるか相談来たの。おい、もう墓参り行ったか夏休み。まだ行けてない俺。え、ばっかお前。え、ばっかお前。何え、ばっ、なんか言う。お盆に行かなければ、うん、お盆になぜ墓参りに行くかわかります？帰ってくるからでしょ。そう。亡くなった、親、ね、ご先祖が帰ってくるからこそ、うん、墓参りに行って、うん、なんかね、織姫と彦星の霊界バージョンみたいな感じなのよ。わかる？坂本と親父の霊界織姫彦星みたいな、そういうのが、ロマンがちょっとあるわけ。はいはい、やっぱりね、お盆に行った方が、うん、いいと。いいぞよ。でも、お盆ね、混むんだよな、ものすごい。あんたんとこあれでしょ、頭地蔵出てるやつでしょ。そう。あの、滝の霊山。滝の霊山。あそこさ、この前さ、うん、仕事で通りかかってよ、さ、本当に頭だけ出てんのな、地蔵の。おでこ何あれと思って、ぶつぶつしかない。最初 UFO かと思ってさ、なんか出てると思って、うん、そしたら山から大仏の頭だけ出ててさ、うん、あれ何？あそこの下から行くと、うん、その山の中をくり抜いて、はあ、大仏さんが山の中に地蔵入ってた大仏が入ってんだ。だから中行った人は全身見れるんだけど、旗から見るとその頭だけしか出てない。いやあれどうしてああいう風になってんだ。こういう話題性だと思うんだよな。あれはガチで面白かった。うん、もうびっくりして車止めちゃったもん。いやだと思うよ。やっぱ観光地なんだあれ。うん、だちょっと横見たらさ、モアイとかもあるし。え、モアイあんの？そうよ、モアイもあるよ。あったわ、モアイっつうか、なんかさ、岩がさ、規則正しく並んで、うん、たまにじっと見たらモアイなんだな。もう近くまでいたらモアイ。なんでモアイあんの？墓場ですよね。イースター島の、なんか、いや、関係、墓場ですよね。墓場そうね。モアイだけで、十何体ぐらい並んでる。めちゃくちゃでかいの、あれ、もしかしてモアイ？全部モアイ。すんご、直径10メートルぐらいあるやつ。あるあるある。あれモアイなの？高さ10メートルぐらいね。どっちかにすべきじゃない？観光地にすべきか、墓参りにすべきかダブルよ。だからお墓参りも来るし、観光で来るだけの人もいるし、霊側はさ、やっぱさ、うん、人いっぱい来た方が嬉しいのかね。嬉しいし、楽しい方が、あ、盛り嬉しい、賑やかな方がいいんだ。あ、そう。モアイとかコロナ時期とかマスクつけられてたからね、モアイに。でっかい布遊んでるな。すごいよ、見るだけでも楽しい。遊び入ってるんだよ。大仏もかい。大仏もマスクすんのかな。大仏は多分しないと思う。ああ、大仏はもう、モアイだけ遊ばれるの。あと、ストーンヘンジとかもあるからね。なんで関係ないよね。多分パワースポットなんだろうね。パワースポットなんだろうね。そうそうそう。他にもいっぱい見るとこあるから。そっちの面白そうだな。で、そういうのがあるから、お盆時期、混んでんだ。9時ぐらいに行ったら、自分のお墓まで行くのに2時間かかるんだよ。マジか。並んで2時間かかるの？並ぶ。もう全然進まなくて。あんねー、まあ、富士の霊山園行く前に、うん、その一応墓参り行く前に掃除しといたわ。おお、はいはい、あのこの前散々言われたから僕、うん、くさん、もう待って待って、今なんつった今。え、掃除したっつった？掃除した。あんたじゃないよね、掃除したのね。いや、掃除したよ。だからダスキンの人だよね。いや、まあ実際掃除したのはダスキン。いや、まあ掃除の主語みたいなのはダスキンかもしれないけど、うん、金払ったのは僕だから、はい、あと家も僕だから、うん、僕が掃除したでいいだろう。はい、ダメだよ。いやいやいや、関係ない。細かいこと言わなくていいし、別に。こんな僕の手では無理なんだから、素人では。いやいや、なんかさも自分でやりましたみたいなこと言ってたからさ。ダスキンがやったけど、僕が指示しました。だから僕だよ、責任者としては。そうまいこと言うし、ね、は僕だよ。全部取ってもらったわ。うん、プラス1000円でやってくれたわ、窓まで。1000円かかるな。1000円で、いや、ここも全部やってくれた。あれ、いなくなってた、確かに。外から引っ張って、なんか全部。あの腐るといけないんでっていうことで途中で切って、うん、外から引っ張って全てを持ってってもらった。へえ、外からで抜けたんだ、すごいな。あー、もうこれで綺麗でしょ。でもその外の穴塞いでくれたのかな。穴塞いでないよ、そこまでやる気りないし。じゃあまた入ってくるでしょ。だからそこ中岡がパッキン工事よ。なんで俺よ。次回までにやっとけよ。知らんから。まあだいぶ綺麗になったんじゃないですか。うん、かなりね、うん、ピカピカにスキッとしているんじゃないですか、うん、どうしてもね、壁のね、この苔、カビ、はい、は取れないんだよね。カビ、しょうがない、根強いからね。黒カビどうしようないって毎回、うん、もう張り替えるしかない。うん、もう根が深いんだよ。あー、表面だけ取ってもまた増えてくるから意味ないって。あー、そっか、うん、取りようがないんだな。そうなんだよ、お風呂場のなんとかしてよ。買いたいよ。
解体してよ。なんで俺がやんなきゃいけない。やっぱ中岡のマンションに住むわ僕も。空いてたらね。一番上の角部屋な。あ、うん、他はもうダメだから僕窓一番日当たりいいとこない、ま、南側ね。知らない入れてくれよパスワード変えとくわ入り口の。 IH ガスコンロ、 IH ガスコンロがどうか分かんないけど、うん、僕はあの火使うガスコンロ専用派なんで、うん、IH ガスコンロは使ってないです。そうこれ置いてるだけだから。そうこれただの置物だからただ の、 あの横とつらい地になってるだけだから。高さ調整の台な木の板でいいだろってなるんだよな。まあこれ掃除して、うん、僕も行ったよ富士の霊山へ。ただ、はい、その頭大仏みたいな、うん、観光地がないからすっかすか。そうかそうか。もうじゃあほんとお墓しかないんだ。お墓しかないわ。うーん僕的にはエンタメ施設だけど、うん、やっぱ普通の一般客はなんもないんだろうな。定山渓行く途中にあるんだけどさ、はい、お盆の最終日だから、うん、先週のか、あ、ね、先週日曜日かな、お盆最終日15、6だからそうじゃないか。先週すっかすかだったよ天気良かったのに、なんでだろうな。お盆時期でだってほんと誰もいなかったよ僕の。まあお盆のもうちょっと前に前半でみんな行ったんかだと思うね。だこっちの方が、うん、あの落ち着いた気持ちで、うん、あの詣でられるよ、参拝できるよ。参拝じゃないのか。もう出られるって何なんでもう出ちゃったの。参れるよそうだよ、うん、お参りはできるよ。2時間待つのはきついだろう。きついよ車の中で。スッと行ってスッと帰ってくれるぞ。それはいい、おすすめ。いや今さら帰れないだろう。そうなんだよな、先祖代々の墓なんだから。そうなんだよなすっごい空いてバスも出てるよ、うん、うん。でもさ、いやもう今回母ちゃんと一緒に行ったんだけどさ、うん、いやーなんかもう何何何おいおいみたいだよ母ちゃんの。母ちゃんなんかやったの。いやー母ちゃんさ、うん、途中でさお墓参り用のさお供え物買ってさ、うん、僕車で待ってたんだけどさ、うん、はいはい、このさこの常識をやっぱり常識僕もねついついね、うん、これは吹き出してしまったんだが、うん、母ちゃんねお供え物にねエナドリを置いてんだよないやいいと思う。いや違うだろエナドリは。いや俺あれだよ、ばあちゃんとかに、うん、あのオロナミン C とか好きだったから。オロナミン C 好きだったんでしょ。うん、そうよ。嫌味だろエナドリ置くの、死んでんだぞ相手エナジーないじゃん。いやそこはおば、ね、幽霊の状態で、うん、元気になってほしいとかさ。いや幽霊の状態で元気になるで元気にこっち来てねっていう、ね、願いがあるんだよね。いやエナドリはないだろう。いやいや、ありだと思うけどな、俺は。オロナミン C はわかる。うん。好きだったからでしょ、生前。オロナミン C、そうよ。ね。うん。僕の親父亡くなったの20年前なのよ。うん。多分ね、エナドリっていう単語すらない。ないよな、モンスター発売されてないよな。ああ、20年前？え、じゃあ、そのお父さんが、うん、好きだった飲み物の味に近いとか。ビール。かけ離れてますね。トロピカルマンゴー味なんだけど。トロピカルマンゴー味すごいマンゴーが好きだったお父さん。いや全然全然好きじゃない全然甘いのダメだった。僕と同じく甘いのダメだったえどういう意図なんだろうな。わかんないんだよね、うん、いや俺はそれよりもね、うん、隣の、うん、あのトウキビが半分ないのが気になるけどね。あこれは半分僕食ったからですなんであの車で生きて食ったお供え物は違うな。これで母ちゃんの、はい、茹でたてのトウモロコシのうまさをお前は舐めてるのよ。いや分かる、めちゃくちゃうまいのよ。で分かる、茹でたてで持ってくるから、うん、もう車の中で、はい、そのビール袋が蒸気で白く曇ってるわけ、うん、そうだよね。そのうまそうさには勝てないでしょ匂いももう充満しちゃってさ。いや普通お供えをして、うん、手合わせた後にじゃあみんなで食べようって言って食べるでしょ。いやそしたら冷めてるじゃん。いや分かる、僕ね他あの母ちゃんの茹でたトウモロコシのうまさには勝てないと思う、うん、家で茹でてもらえよ。家で食えよ。そしたらいや恥ずかしいじゃん。いやで茹でたてのやっぱ母ちゃんのトウキビよな。うーん、うーん、僕もたまらず、いやでも一本食べようと思ったんだけど、うん、
もうこれはさすがに親父に悪いなと、うん、まあ、そういうことで下半分残したのよまあ お父さんもね食べたかっただろうしね、下半、まあ、本当は全部食べたかったんだけどやっぱ帰り食ったんだよね結局まあ全部終わった後は食べていいよ、行く前に食っちゃうのはどうかと思うんだよな。あー、まあそっか、うん、あった方がいいか。そうね、あれとか買わないんだね、あのお菓子みたいなのあるじゃん、三段のさ、うん、あ、砂糖を固めたようなやつ、ひな祭りとかで使うようなやつか。そう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 、うん、あるわ。あれって最近買わないのかね。今あまりないんじゃないか。結構カラスとかが来てさ、うん、取ってっちゃうとかがあるから。ああ、お供え物は必ず持って帰れって言うじゃん。持って帰るね。でお供えしてる時になんかカラフルなものだと、もうお供えしてる隙に取っていくとか。そんなにか、あるんじゃないか、甘いと。あれ楽楽っていうのは、あ、楽楽ね、楽楽、楽楽、そんな感じのやつだわ。色入ったやつ、うんうん、楽眼だ、楽楽眼ね。なんか聞いたことなかったの、楽楽とかな。うん、いやでもな、エナドリがないや、ビールを買ってきたかったんじゃないのか。やっぱビール買ってあったのが、まあ本当、本来ビールとか。いや母ちゃん調子なくてすまんななんでエナドリ備えちゃって親父も苦笑いよな。ワンカップとかね、うん、好きだったって。そうだね、うん、いやー調子なくてすまん、うちの母ちゃんがえ、そこあなたがあらかじめ言っとけばよかったんだよ、うん、あ、エナドリやめとけって、うん、まさかエナドリのチョイスがあるとはな僕もちょっとそこはね、一緒に買いに行けばいいんだよ、惜しくもといったところだが、まあまあまあこれさ、うん、墓のエンタメとして、ね、はい、これやっぱ登らざるを得ないのかと思うわけなんですが、うん、いや登っちゃダメよ、2年ぶり、毎年言うけど、毎年言うけどこれ登っちゃうの、登らないよ普通は、高いからな、危ないからな、怪我の危険性もあるしまあそれもあるけどね、僕のね大体身長測ってきたんだけど、うん、このくらいが僕の身長なのよ、右、おお、やっぱ2倍以上、そうね、3メーターちょいかの崖になっていて、うん、あ、4メーター近くか。でも僕40超えたからきついかなと思いつつ、うん、いやでも最近ジムで走っているから関係ないって。で後ろで親父とばあちゃんも見てるだろう、ハラハラしてこいつ登れるのか、まだやれるのか、多分エナドリノで止めようとしてると思うけどなやめろってそしてやっぱもう後ろからの声援も聞こえてくるからさ、ばあちゃんたちの、おあ、みんな、みんなやっぱうちわ持って応援してるわ。何のうちわよ。センスか、持って応援してるんだが、うん、やっぱやるしかないなと思って、うん、やっちゃダメだけどな。右のパイプに足突っ込むじゃん、うん、もう、はいはい、でもそれ登るのよ。そしたらさ、この突っ込んだ足が滑ってさ、うんうん、一発で破けたんだよねバチ当たってんじゃん、やめろっつってもうやめるわくだらね、うん、こんなん登ったところで、はい、バカじゃないの、誰が見てんだよ。誰も見てねえ、ざけんなよお前ざけて飲めて常識考えたらこんなん登れるわけないだろ。当たり前だって、やめようぜ、うん、こんなの。これ次やったら足折れるよ多分そうだな一歩目で行ったから、でも高かったんだよこの靴、アマゾンで3000円すんだよ、タイムセール安いいや失敗したわ。墓場で転んだら寿命縮むっていう、転んではいない、うん、ズリっていっただけ、わかる、足ズリズリズリってこの、うん、この壁面に沿ってズリズリってやってしまった、はい、あ、じゃあ右足だけ多分寿命短くなって、そう、事故ったイモリみたいな感じ、壁からずり落ちるああいう感じになってしまった。保持できなかったんだ。保持できなかったな高かったんだよなこの靴。3000円だぞ。3000円だよ普段はね僕ね、うん、吉野家じゃなくて三好野じゃなくて、あ、なんだっけ、松屋あ、福屋さん嘘でしょ、あの、なんだっけ今牛丼屋しか出てきてないけど名前なんだっけ、なんだっけ、欅屋みたいな名前の、あれパッと出てもね、西松屋、西松屋は違うか、あのほら服売ってるあそこ、あ、島村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 だ、島村のさ、うん、あの大体店先で売ってる、うん、580円のサンダル履いてんだよね。おお、それ安いよなって、それ履いてけばよかったな。いや、それもしそれ履いてったら、うん、多分爪の皮剥がれてる。そうなんだよね結構やっぱ3000だから薄いんだなこれ。もうペラッペラだろうね、皮ペラってなんだ、破けるぐらいだろ。みんなは登んないようにしとけよ、気をつけろ、うん、そんなん別に、うん、死者は求めてない、当たり前ね。
うん、亡くなった方は、うん、君が危ないことをして、うん、その武勇伝みたいなのいらないのよ。そう、邪魔なだけ。ただただ、うん、平穏に、うん、健やかに生きてほしいと思っている、うん、その通り。だからもう本当僕から絶対説教みたいだってごめんな、うん、登るな。まあバカが言ってるから誰も聞かないけどな。僕は登らん。もう誰も登ってないから大丈夫。もうやめとけよ。あ、気をつけた方がいい。月の光の雫が